久保さんまあ確かにウェブの畑って、まあもしかしたら野菜より当たる、あの、あれかもしれないですね。<laughs> あの、ね、動画もいっぱい撮っても当たるのってね、そんなに確率的に言うと、ね、まあ何を基準に当たりなのかっていうところで、100万、ミリオンを出すと当たりっていう基準だとね、久保さんもね、10年ぐらい YouTube やってて、100万回回したのは、 久保哲郎チャンネルではないと思いますし難しいですねうんそううん確かになまあだからみんなやんないんでしょうねでもね僕はまあこれ本当事実としてお伝えしてることが一つありましてまあ確かにね当たる当たらないはあのー、あるかもしれないんだけど やっぱね、インターネットのいいとこって、0円でできるんですよ。だから気持ち次第なんですよね。0円でできるから、その費用がかかるビジネスだったら、例えば畑やるにしても、その、まあ農薬とか、なんだ、なんかいろいろ必要じゃないですか。ね。まあ無農薬でやってるとこもあると思いますけど、例えばじゃあ全部その手動でやるのか、なんかその、トラクターとかも必要っすよね。うん、だから、 お金かかりますよねでもねインターネットのあれって金かかんないんで気持ちかなっていうネットで稼ぐ上で <laughs> まあその野菜作るのもね気持ち大事なんですけどね美味しい野菜を届けよう作ろうっていう気持ちがなかったらダメだと思うんですけど、うん、ネットなんか特にお金かかんないのに続けられないわけじゃないですかみんなお金がかからないけど続けられないっていうね <laughs> うん、お金がだなんだろうなこれ逆説を言うならばお金がなくてもできることだからお金がなくてもできるんだから続けられるんですよ物理的に。でも物理的にそのじゃ畑をやりますじゃ畑を借りないといけないもしくは畑を買わないといけない耕運機あ,、まあトラクターとか買わないといけない種を買わないといけない肥料を買わないといけないそれはお金が必要ですよね。だけど ネットってお金かかんんないんで、うん、だから続けられるんですよやろうと思えばお金がかかんないから,だからここの矛盾ですよね世の中矛盾だらけなんですけどね <laughs> なんでやんないのかなっていうだってだからそれはやっぱね相対的にいろんなビジネスをやっぱ見てみるっていうだから久保さんが強いのはやっぱほんとね,ねまあ僕もそうですけどもやっぱ経験してるっていうのはやっぱ リアルビジネスっていうかね、その金かかるビジネスをやっぱ経験してるっていうのが本当に強いと思いますよ。やっぱマージャン店ね、ね、まあこれは本当、久保さんとリンクするところが本当にあって、まあ話が合うんですけど、まあ従業員の固定費だったりとか、まあ僕は雀荘やったことはないんであれですけど、あの東京の家賃150万でしたから、からあと従業員の給料ですよね。だからら最低でも500万ぐらいは あの固定費で毎月取られてまあ年間だと6000万ぐらいですか,か6000万1人で稼いでもゼロですからね固定費で <laughs> 6000万稼いでも0円ですよ <laughs> なかなかファンキーですよね結構僕1人で売り上げ作ってた部分あるんですけど <laughs> 6000万稼いでも0円ですからねこれえげつないですよね普通に1人で やっ6,000万いらんでしょう年間うまあ久保さんも結構買い物すると思いますけど年間6,000万なんか使ってます今年間6,000万だから毎月500万か毎月500万 Amazon で買えます <laughs> 結構ねあの物欲あると思うんですけど500万使ってます毎月 <laughs>、まあ、そういうことなんで だ僕は本当にだからその過去の経験ですよねトラ,あのトラウマですよもうまあでもトラウマを乗りこなしてるんですけど、ね、トラウマという馬を乗りこなしてるんですけど僕はそれがあったからこそ今固定費を絶対上げないっていうその核となるものもできたし今の僕のペースができてるかなと思いますね金がかかんないから続けられるなと。 うん、でも会社経営っていうのは金がなかったら従業員に給料払えないんですよ。で従業,従業員に給料払えないと従業員の生活家族守れないんですよ。責任重いんですよ <laughs> ねえ久保さんね。会社を畳む時ねまあ雀荘を畳む時いろんな思いがあったと思いますけどね従業員の、まあ、今までついてきた従業員のご家,ご家族だったりとかねいろいろな思いはあったと思いますけどね。 いや本当相対的にねいろんなビジネス見てほしいですね。い <laughs> ってらっしゃい。